ハンコなんてさ、別に高ければいいってもんじゃないの、別に安くてもいいのよ、ね、軽自動車かスーパーカーの違いみたいなもんなのよって思ったら、やっぱスーパーカーすごくてさ、軽自動車大したことないなんて思うじゃん。そうじゃないのよ、操作系がって話。操作系が軽トラなのかスーパーカーなのかの違いで、軽トラの操作系でスーパーカーだって操れるのがシムのいいとこじゃん、ね、そこだから、だからいいのよハンコンなんて何でも。はい、こんにちは、ピカですけどね、シムレーシングの始め方っていうことで今日はね動画を撮っていきたいと思います。こんなね筐体値段高いと思うでしょ、いいんです別に安くてもっていうところのね紹介になります。まずシムレーシング始めるの大体いくらぐらいなんだろうっていうところね、お安いところから高いところまでいろいろとね紹介していきたいと思います。それではやっていきます。まずはちょっとハンコンからいこうか。結論から言う、ハンコンなんてね別に何でもいいんですよ、本当におおよそ何でもいい。っていうのは軽自動車なのかスーパーカーなのかの違いなのよって思うと、スーパーカーやっぱいいって思うでしょ。違うのよ、だってさ乗る車はスーパーカーだって F1 だってレーシングカーだって何でも選べるわけじゃん。だから操作系が軽自動車なのかスーパーカーなのかレーシングカーなのかの違いだけなのよ。だから別にいいじゃん、軽自動車の操作系でスーパーカーだって乗れるし GT3 マシンだって乗れるんだからって考えたらさ、いいのよ。ハンコンなんてついてりゃ何でも変わんないから本当に。でももちろん変わるよ、もちろん変わるんだけど、じゃあそこまで車のスーパーカーか軽かぐらい変わるかって言ったらそうでもないっていうねことをまず言っときたいと思います。なのでハンコンは本当にまずさ、スーパーカーに何で乗るかっていうのが大事だから、ハンドルで乗りたいじゃん。いやもちろんコントローラーでもいいっていうねありますよね、私もずっとコントローラーでした。それで初めてのハンコンはね安いハンコンでしたよっていうことがあるので、これね安いハンコンどれでもいいんですよっていうねところをまず考え方としてね言っときたいと思います。別にペダルだってさ、安かろうが高かろうがあんま変わんないのよ。3つペダルがついてるのか、はたまたね、こういう2つなのかって、変わんないじゃん、操作は。軽自動車だってさ、スーパーカーだって、アクセルとブレーキしかついてないんだからさって。ね、変わんないじゃんって思うわけよ。これなんか1万円ぐらいじゃない ?1万、1万5000円ぐらいかな、ね、セットで。ただ、一つだけね、注意していただきたいことがあります。ハンコの中でも、フォースフィードバックって言って、ハブの動きに対してこう力がかかるじゃん。ステアリング曲げるとハブに力がかかって、要はハンドルにねトルクがかかるわけじゃん。それをフィードバックするもの、フォースフィードバックありのものとなしのものがあるってところがまず大事な点ですね。でいろいろ突き詰めていけば、そのフォースフィードバックの質が大事とかって言うけど、まあフォースフィードバックざっくりありかなしかで決めてもらって、まずはねいいと思うんだよ、安いの買うのね。でまあ高いね、いろんなこういうね、まあ、ダイレクトドライブとかってなってきた時に初めてフォースフィードバックの質にこだわっていけばいいのかなというふうに思いますよ。でペダルですね、ペダルのねこういう感圧式って、これはポテンションメーター式、角度がいわゆる入力になるっていうのと、シンクボルトなんかになると感圧式って言って圧力をね感じるっていう、ストローク量じゃなく圧力を感じるっていう、そういうものもあるんですけど、こと e スポーツに関してはポテンショメーター式、なんならこういうのでも全然いいと思う。いやむしろこういうやつの方が早いっていう説までありますよ。なんでもちろん実車のトレーニングってなったら実車と同じようなマシンインターフェースね、例えばここについてる油圧式なんていうのもありなんですけど、フィーリング的にね。ただ e スポーツってなった時には関係ないですからね。でなぜそのなんだろう、実車が油圧式なのかっていうと、まあもともとピストンを動かさなきゃいけないっていう理由もあるし、ブレーキの重さ90キロとか、あのレーシングカーだとそのぐらいの入力なんですよ。だけどもうこんなのなんかめちゃめちゃ手で押せるぐらい軽いじゃないですか。全然違うものなんですけど、なぜ実車が感圧式で重いのかっていうと、やっぱり G に耐えながらその操作するのに、ね、軽いとスコンっていっちゃって危ないっていうね、そういうだけの理由なんですよ。だから G がかかったなりの操作をねできるっていうのが、その感圧式の結構比較的重めのペダルになっていると、それだけの理由なんだよね。なので G が関係ない環境の中で速く走ろうと思ったら、このやっぱりポテンショメーター式でもうなんかカチカチも素早く動かせるっていう、そういうことの方が大事になってくるということで、まあ、これだとねもう本当値段は関係ないっていう形になってきますね。なのでまあペダルはね、もちろん感圧式で重い方が速く走れるっていう人もいれば、ね、軽い方が速く走れるっていう人もいれば、これも本当人それぞれなので、その辺のこだわりはあんまり、まあ、あの持ってもいいんですけど、最初はねなくてもいいんじゃないかなと思いますよ。まあ、安いペダルから入っても速さにはほぼ関係ないっていうふうに言えるんじゃないかなと。まあ、次のステップでね問題となってくるのは、どういう方式なのかっていうのも問題になりますけどね、そのベルトドライブなのかモーターで駆動して、それがね
ベルトでドライブしてるのか、ギアでドライブしてるのか、はたまたモーターにね直結なのかっていう、その形式も問題となってくるんですけど、でやっぱり比較的ね、この DD って言ってダイレクトドライブ、モーターが直接ここにハンドルがつくっていうタイプのものが今は主流になっていて、その方がやっぱ壊れにくいし、他がいろいろね壊れるんだけどね、まあ機構上壊れづらいっていうのと、シンプルなのでフォースフィードバックがダイレクトっていうところもあるんで、まあ、このダイレクトドライブ方式っていうのはいいんですけど、そこも必ずではないと思いますね。でこのね TGT2 みたいにベルトドライブ方式であってもしっかりとしたオートスピードが得られるっていうものももちろんあって、その他の要素でかなり変わってきたりとかするので、それもまあどちらでもいい、ただまあ今からそれなりの値段出せるんであればダイレクトドライブにしといた方がいいよねっていうだけで、いやもう本当に5万円ぐらいで買おうっていう方はもうダイレクトドライブあんまりこう意識しなくていいんじゃないかなっていうふうに思いますね。でそれよりも意識しなきゃいけないのは、どこのメーカーを揃えるかっていうのが大事だと思います。まずプレイステーションでやるのか PC でやるのかっていうところがあるので、まあ、両方やりたいじゃんってなってきた時には、やっぱり今はね結構こう、まあ、スラストマスターね、ロジクールがここにはないな今、あのロジクールだったり、まああとファナテックちょっと別のところにスタジオに置いてあるんで、ファナテックもはここないんですけど、だったりというところを基準に、ファナテック今ちょっとねなんか揉めてるんでね、一旦ファナテック買うのやめた方がいいんじゃないかなって思いますよ。一旦ちょっと本当に危ない、なんか破産宣告までしてるから、破産宣告した会社の製品を本当に振り込んで買っていいのかどうかっていう問題があるので、まあ今だとスラストマスターかロジクールっていう判断になってくると思います。そうするともうダイレクトドライブがね1個だけ G プロだけになるんでね、ダイレクトドライブ買うっていうところに、まあ、行かなくてもいいのかなっていうところですよね。まずは PC 考えずにプレイステーションってなったら G923 とか、ね、T300 とか T150 ってどれだっけ、これ T150 だっけとかでいいんじゃないかなっていうふうにも思いますね。その辺のことちょっと詳しくネット見ながらどのくらいかかるかやっていこうか。はい、ということでデイリーさんのねページでやっていきたいと思います。だいたいSIM用品いくらぐらいかかるのかなっていうところですね。まずはねハンコン選びから言うと、そうですね、まあ G29 でいいんじゃないかなって思いますよ。まず G29 ね、39,800円、これでねもうほぼほぼ十分っていうことはありますね。で次のパターンとしてこれにねシフターを加えるということで、これで十分 MT ドライブ経験できますんでね、これでいいと思います。まあ今回はシムレーシングっていうことで、まあマルチでね e スポーツをやろうっていう感じで言えばですね、まあ G29 でいいんじゃないかなというふうに思います。それかもうちょっとお金を出すとなるとですね、 G923 どっちかかな。でねどっちがいいかって言ったら G923 がいいと思います。なぜならこれね G プロについているトゥルーホースがついてるんですよね。なので今私の中ではこれはねとてもいいと思いますよ。グランツーリスモ7っていう形で言うとですね、もうファナテックをおすすめできない今ロジテックしかないかなっていうねことを思うわけですよ。なのでそうですね、まあロジテックで、スラストマスターもヨーロッパの会社ですけどね、まああんまりちょっと日本にはね力入れてないっていうところもあるので、やっぱり大手メーカーであるファナテックがなくなった以上ロジテックがおすすめっていうことに、まあ、グランツーリスモ7をやるんであればですねなりますね。でグランツーリスモ7を始めるためにはプレイステーション5ということになるんですけど、これがもう 79,800円するわけじゃん。であればだよ、私がおすすめするのはですね、ね、ゲオさんで PS4 の中古ですね。でも中古で3万円2万円台だとな、あこれプロか、いやーでも高いね、そうなると困るよな、どっちだろう。まあ頑張って PS5 は買いましょう。プロはねマジでいらないと思う。で、まあ、ディスクエディションだと後からソフトが売れるとかあるからね、その辺を考えたいという方もいらっしゃいますが、まあ今ならねこのディスクレスでいいんじゃないかなというふうに思いますよね。72,980円ということで、こちらが必要ということですね。そしてグランツーリスモ7が6,696円というところですかね。これはそうか、オンラインじゃないんだね。オンラインでやる場合は7,900円ということですかね。税別7,900円、約9,000円になるというところ。そしてソフトの他にプレイステーションプラスに入らないとスポーツモードできないということになりますね。これの加入が
おいくらなんだろう。はい、月々850円が必要ということですね。年間6800円、なかなかかかるね。はい、ということでハンコンが約4万円、プレイステーションが7万円、11万ぐらいかな、11万。それに、まあ、テレビは必要ですけどね。グランツーリスモが約9000円、プラス月々料金が850円ということが、グランツーリスモ7でスポーツモードをやる最低価格と。あ、ただグランツーリスモの場合はですね、そう、コントローラーでできるからね。なので、まあ、ハンコンいらないっちゃいらないけどね。まあ、最初、ハンコンなしでやってみて、いやー、どうなんだろうな。まあ、コントローラーで相当慣れてる人はそうなんだけどね。まあ、始めるってなったら、やっぱハンコン買ったからやった方がいいかなっていう感じしますよね。まずは、プレイステーション買って、GT7 買って、まあ、サブスクには一旦入らず練習して、よし、これはレース挑めるぞってなって、スポーツモードに入るというようなイメージになってくるのかなと思います。じゃあ PC の場合ね、どうなるかっていうのもやっていこう。 PC の場合もね、同じくね G29 とかでいいと思いますが、そう、 PC の方になるとね DD の選択がねいろいろと出てくるわけなんですよね。ってなるとやはりですね、モザのダイレクトドライブ R5、 R3 はねちょっとあまりおすすめしませんね。やっぱね R5 はだいぶいいです。R3 だったらダイレクトドライブじゃなくてもいいかなっていうところが、気持ちがちょっとありますが、まあでもそうですね、これだけの値段出すんだったらあと1万円出して R5 買った方が絶対後々満足がいくというふうには思いますね。そうするとまあペダルバンドルセットがおすすめではありますが、ドリフトの方はシマジックという手もあるかなというふうに思いますし、これねアイレーシングやるんだったらね、どっちだろう、 R5 とねアルファミニだったらアルファミニでもいいんじゃないかなっていうね、ここはもう好みというところになってくると思いますね。そしてゲーミング PC ですね。今回ちょっとマウスコンピューターさんとのコラボがあるみたいなんで、マウスコンピューターね紹介していきたいと思いますが、今ねインテルがちょっとトラブってるんですよね。まあちょっとそれまた別の動画でやりますけどね、今はもうライゼンがおすすめなんじゃないかなと思います。このくらいですね、やっぱり27万円ぐらいかかるのかなというふうには思いますが、大人が始めようと思ったらまあまあまあこういうのを買ってくださいよ。27万円とかね、このくらいでまあ必要にして十分ぐらいな感じになるんで、まあ、できれば40万50万ってかかっちゃうんですけど、大人のまあお金に余裕がある人はとか、もうなんか自作してねいろいろこうやってる時間がないよっていう方はね、こういうのを買えばいいと思います。大人の方に勧めるんであれば35万円ぐらい出すと大体いいのが買えるんじゃないかと思われますので、大体値段でね言えるのかなと思います。でね、もうお金がないっていうね、大蔵大臣がうるさいっていう方、大臣、今で言うと財務大臣なんだけど、財務大臣がうるさいっていう方にはね、あの自作っていう手もありますね。自作であればまあ14万15万16万ぐらいでアイレーシングとかね動く PC が作れると、まあ、ここの論争は一旦今回はねちょっと置いておきたいと思います。はい、次にアイレーシング見ていきましょう。まあ、ちょっとあえてね Steam の方からいきます。 Steam 経由じゃなく買った方がいいような気もしますね。ただちょっと値段が分かりやすいので値段はほとんど変わらないですね。サブスクリプションを選択ということで、うわーやっぱり高くなってるなー、1000円。そうなんですよね、だいたい12ヶ月1万円弱ぐらいになってましたからね。うん、まあ大人ですからね、これは12ヶ月8856円を買ってみようっていうことだと思います。1年間は頑張ってやるっていうねことですよ。って考えたらさ、8800円じゃん。だって12で割るとさ700いくらじゃん。ってなったらこのプレイステーションネットワークよりプレイステーションネットワークは12ヶ月6000円だからね、そんな変わんねえなっていうね今気がしましたよ。そんな変わんないじゃん。ってなったらじゃあどっちがやりたいのって話なんだよね。ゲーミング PC の話を一旦置いとけばさ、そこの部分のハードルがあるからさ、多少高いよ、多少高いですけどね、ゲーミング PC 分だけで、ね、でも月々かかるお金はそんなに変わんないしさ、元となる GT7 の値段が入らないわけだから、これサブスクでねソフト代はタダだからさ、これいいんじゃないですか。初回は初回8800円で、その次の年から1万3000円なんですけど、まあ1年間頑張ってやれば1万3000円、まあ、もう全然いいよってなりますから、もうなんかこれだけやってればいいやって感じにもなるので、まあアイレーシングおすすめかなっていうふうには思いますし、やってみるのもいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。意外とアイレーシングそんな高くないなっていうのであると思います。はい、ということで今日はね、まあ、e スポーツ
代表される2つのタイトルですね、アイレーシングとグランツーリスモ7、これを始めるにあたって大体いくらぐらいかかるのかというようなね話をしてきました。まあ、およそ頭の中でね計算すると、まあどっちもね体験できることに対しては安いっていうねことだと思います。で、別になんか始めちゃえばね、ハンコンなんでもいいんですよ、まず走ることが大事ですわ、本当に。だって同じ性能の車に乗ってんだよ。だってわかる、操作系が違うだけなんだよ。ハンドルとさ同じ車さ、じゃあ考えてみてよって話をね。いや、フェラーリがね1年間8850円ですとね、乗れますと。で、操作系がね、まあチャッチーハンドルなのかね、立派なハンドルなのかの違いだけね、性能同じなんだよ。性能同じって考えたらさ、いや別にまあまあそこを安くてもいいとか高くてもいいとかいろいろ考え方はあるけどね、まあお金ないならないなりに安くてもいいじゃん。だけどね、すごい高級なやつやってる人だって乗ってる車は同じだから、同じだから、よくないそれでっていう気持ちは私の中ではあるんだよな。結局なんかすごいハンコンでやっててもさ、操ってる車はさ同じなんだもん。だから別になんかそれで速い遅いとかあんまないしね。いや、ほんとないんだよ。アイレーシング速い人だって別に T300 でめっちゃ速い人いるからね。だからあんま関係ないっていうところもありますよ。でもね、まあ大人だったらね、最高のものを揃えてないとさ、なんかこう遅い時の言い訳が立たないみたいなところもあるじゃん、やっぱね。でも逆にいいもの揃えたら速くないとあれなのかな。まあそういうことよりもなんか大人は雰囲気大事だからさ、思い込みと雰囲気大事じゃんってなったら、まあ好きなの買えばいいじゃんって思うけどね。だからいろんな面白いのありますよっていう、その次の世界がありますけど、最初に始めるんであれば、まあ、いいのを最初から買うっていうのもありですけど、安いのから違いを確かめながら順番に買っていくっていうね、それは回り道って皆さん言いますけど、こう趣味のもんだから回り道、もうひたすら回り道していいと思いますよ。安いのいっぱい買った方が面白いっていう風に、安いのから高いのまでいろいろやってますけどね。やっぱりね、安いものの工夫がめちゃめちゃ面白かったりするんだよね。あ、なるほどなーみたいなね。あ、こう来るかーみたいな。安いなりにリアルに近づけようというその気持ち、もう開発者の気持ちが伝わってくるっていうところもねあるので面白いですね。安いから良くないわけではなく、安いことを使っていかにそれをリアルにするかっていうソフトウェアの部分だったりもするのでね、そういうのがいろいろ経験できた方が面白いというふうに思うのでね、安いのから順番にやるっていうのも本当にね、一個一個アップグレードしていくっていうのが楽しくてしょうがない。やっぱ良くなるのもいいし、値段出して買ったのにそんなに良くならないっていうのもなんかまあ面白いっていうね、そういうのも楽しんでいこうっていうぐらいの余裕のある方はそういうのも面白いと思いますよ。私はそれこう面白いなって思いながらねやってます。はい、ということで、アイレーシング意外と安いよねっていうね、敷居は高そうですけどね、ということで e スポーツ始めるのにいくらかかるのかなっていうので、だから大人の人からすればさ、まあゴルフは始めるのと同じぐらいの値段じゃないの、ゲーミング PC 買ってさって。で、ゲーミング PC はさ別にね、 e スポーツ全般で使えるわけじゃん。別にレースだけで使えるわけじゃなくてね、 FPS だって使えるし、格闘ゲームだって使えるし、はたまたなんかそのいろんなこうやっぱりね、ゲーミング PC で動くゲームの世界っていうのも世界各国のいろんなものが出ててね、面白い世界なんでねっていうのもあるし、やっぱり昨今さ AI だとかマイニングだとかね、いろんなことで GPU ってやっぱ使うっていうところもあるので、一家に一台 GPU があってもいいんじゃないかなっていう別の視点ね。あ、これはあれですよ、財務大臣に対する言い訳に使ってくださいっていうトークなんでね、そういうことをこう日頃からこうそれに触れておくっていうね車でゲームやってるだけで何の勉強にもなってないけど、そこは内緒、そこは内緒。やっぱり これからはやっぱ GPU を一家に一台持ってないといけない時代で、なんでね、そのやっぱり利用価値とかっていう先見の目がさ、それを体験しておくっていうことは大事じゃないですかっていうね、ここの部分見せちゃダメですからね。もうしっかりと私のトークをですね頭の中に入れてそのまま言ってください。怒られても私責任取れませんからね。はい、ということでやってきましたけど、皆さん健闘を祈る、無責任にね、画面の向こうから健闘を祈る、それで何かね、夫婦関係に何かあっても責任は私に押し付けないでくださいね。自由にまた遊べるようになったということで、ピカーレーシングの方もねやってきますんで、家庭に何かあったらピカーレーシングに入ってね、みんなで傷を舐め合いながらレースしましょうっていうね、はい、そんなこともあります。じゃあね、バイバイ。